まめだでーす。今日は、私の夏服購入品紹介をやっていきたいと思います。なかなかね、お外に出れない時期だったりはするんですけれども、今年も夏服購入させていただきましたので、紹介させていただきたいと思います。皆さんの参考に少しでもなったら嬉しいです。よろしくお願いします。今ね、つけてるのは、この間、発売になったメリシーのピアスです。イヤリングもこちら発売中ですので、もし気になる方いらっしゃったらぜひ、概要欄から飛んでください。今回は、いつもみたいにディーホリックとかグレイルとかそういうね、どっか縛りがあるわけじゃないんですけど、結構最近ちょこちょこお洋服を購入することが多かったので、そちらを紹介していきたいと思います。まずは今着ているこちら、メルトザレディの T シャツです。丈がこんな感じで短い T シャツにはなってるんですけど、ハイウエストのパンツとかとも合わせやすいですし、ラインがね可愛いですよね。はい、でここ胸元に刺繍が入っている T シャツなんですけど、まあ、カラーバリエーションも結構4色ぐらいあったのかな。なんですけど、やっぱり私黒着ることが多いし、ここのねバイカラーがすごく黒と白可愛いなって思ったので、黒買いましたな。このねピアスとの相性もすごく良くて気に入っています。生地がね薄すぎないんですよ、メルトの T シャツって。すごいしっかりした生地なので、すぐよれるわけでもないし、すごい使いやすいので、結構でも私の動画見てくださってる方、メルトザレディ好きな方が多いのかなっていうイメージ。なんか私も買いましたって DM とかでよくいただくんですけど、服とか着てると。そうなんです。だからこれもね、買った方いるかな、いらっしゃったらぜひまた DM でもコメント欄でも教えてください。ちょっと待って、黒ばっかりになっちゃう。黒ばっかり買っちゃって、なんか本当になんかこの人大丈夫って思われるぐらいなんですけど、こちらエブリスのトップスなんですけど、背中の部分にこうリボンがついてるので、こうやって縛って着るトップスです。ちょっと腰の部分が見える感じになるんですけど、ハイネックですごく使いやすいんですね。これも香り物紹介の時の動画にこれ着てて、あ、痩せましたって何で言われたんだっけな、 DM かな、DM かコメント欄で痩せましたかって言われたんですけど、これすごいなんか着痩せ効果がねすごいあるトップスなんですよ。これは店舗で買ったんですけど、エブリスの接客してくださった店員さんも、これすごいやっぱり腕も結構ちょっと長いんですね。丈が細見え効果あるし、ちょっとタイトめなので着痩せしますよっていう風にお姉さんが教えてくれて、いいなって思って、しかも可愛いデザインが可愛かったので買ったんですけど、これすごい正解でした。やっぱ着痩せって皆さんやっぱ晩年テーマじゃないですか、我々の。なのでそういった意味ですごくね便利なトップスなので、はい、これ今の時期とか、まあ、ちょっともうちょっと暑くなっても全然使えるんじゃないかなって思うので、すごいおすすめです。こちらメルトザレディのキャミソールです。なんか大丈夫、ちっちゃくないって思うかもしれないんですけど、ちゃんとねこれ生地伸びますから、こういう感じで、はい、これもバイカラーのキャミソールで、ロゴの刺繍が入っているキャミソールです。今の時期もそうなんですけど、まあ、通年通して黒いキャミソールとかこの黒のインナーとかってよく着るんですよ。見えてもいいインナー着て、上にこう羽織って、ちょっとこうインナーのこういうとこも見せるみたいな着方流行ってると思うんですけど、デザイン性のあるちょっといつも持ってないようなやつ欲しいなってずっと思ってたんですけど、ちょうどメルトこの間新作出た時にキャミソール出たので、あ、ちょっとこれ買ってみようと思って買いました。さすがにこれ1枚では着れないので、まあ、これをインナーとして着て、上にこう羽織着ても可愛いと思いますし、まあ、T シャツとこうやって合わせてこういう風に着ても全然可愛いと思いますし、まあ、使い勝手がいいのかなと思って。こういうの着るときってさ、中に普通に私インナーヌーブラとか着ちゃうんですけど、ヌーブラって夏場めちゃくちゃ便利じゃないですか、オフショルダーとか着るときとかも。なのでまあ、使い勝手は全然いいのかなっていう感じです。引っ越した時に結構捨てちゃったんですよ、パンツ。なのでなくて、ほとんどスカートとかそういうものしかなくって
て、普通に普段履けるようなパンツと思って、ちょっとこれね、サイズ間違えちゃって本当ミスったなって思ったんですけど、グレーのデニムを買いました。これね、 L サイズ買っちゃったんですけど、どう考えても M サイズでしたね。めちゃくちゃ緩くて、なんかベルトしないともうほんと腰パンみたいになっちゃって、もう逆になんか太って見えちゃうみたいな感じなんですけど、黒のトップスを着ることが多いので、なんか普通のブルーのデニムよりもちょっとこれぐらいグレーなトップスじゃなくてパンツの方が色味的にこう合わせた時に合うかなって思って、グレーのデニムを買いました。夏なのにデニム履くんですかって、暑くないですかって思うかもしれないんですけど、意外と履きます。私は160センチなので、厚底とかヒールのあるものを履くことが多いんですよ。なので、まあ、こういうちょっと長めのこうピタッとしすぎてないデニムを履くときとかは、よりそういうヒールの高いものを履くようにしてます。じゃないとやっぱりバランスが悪くなって、本当にだからずんぐりむっくりみたいになっちゃうのをなるべく避けたいので、はい、ヒールを履くようにしてます。こういうのを履くときはより一層ね。これもメルトザレディのパンツなんですけど、ここにカットが入ってて、足がねちょっと見える感じのパンツです。はい、まあ、なんか生地がすごく夏っぽいなって思ったのと、やっぱりデニム紹介した後にこんなこと言うのあれなんですけど、やっぱり長い丈のパンツってやっぱり暑かったり蒸れたりとかもするので、やっぱりデニム1本あるけど、それ以外にも長いパンツ1本欲しいなって思って、しかも黒でこれは黒しかなかったんですよ、このカラー展開がね。まあ、黒が一番履きやすいっていうのはあると思うんですけど、なので、買いました。でもやっぱり身長さ低いからさ、こういう丈のさ、これあるあるだと思うんですけど、こういうパンツ履くとやっぱ引きずっちゃうんですよ。だからやっぱり靴選びってすごく大事で、私の中でスニーカー履くことがほとんどなくなりましたね。普通の冬場とかもヒールの高いものを履くし、夏場も例えば厚底のサンダル履いたりとか、ヒールのあるサンダル履いて、ちょっとでもかさ増ししてスタイルアップ大事なので、はい、永遠のテーマ、私のそういうものと一緒に履けば引きずらないです。160センチの子でもウエストの部分がねゴムになっているので使いやすい。あとはその今回作ったそのメリシーのアクセサリーは、結構写真もモノトーンにしたんですけど、やっぱりモノトーンの洋服にもすごく合うし、パールだからね、そうメリシーの服と一緒に合わせた時にすごい使いやすかったりとか、可愛いなっていうものも多かったので、モノトーンの洋服を、今年の夏は特にですね買うことが多かったかなって思います。はい、こんな感じで、私の、夏服の購入品紹介でした。まあ、今日紹介したもの、これからね動画で着ることもあると思うので、あれ着てるって思っていただけたら嬉しいです。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。リクエストもコメント欄で受け付けてます。ということで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。